ヒマリが待っている。先に行け。うっす。相手の出方次第ではやる。覚悟しておけ。頭の中真っ白だぜ。老師に火があれば仕方ない。また謎解きもしかしてこれ。お静かに。ユーナ殿が祈り子と対面中です。うるせえ。出たシーモアの音楽。シーモア BGM 来た。それが何か、もしやユーナ殿もすでにご存知でしたか。ならばなぜ私のもとへ。私はあなたを止めに来ました。なるほど、あなたは私を裁きに来たのか。残念です。なるほど、命を捨てても召喚師を守る誇り高きガードの魂、見事なものです。よろしいならばその命捨てていただこう。シーモア老師、ガードは私の大切な同志です。その人たちに死ねというのなら私もあなたと戦います。よし、シーモア老師。覚悟を決めなさい。私前世ここで積みました。おそらく雷平原から戦闘が面倒くさくなり、トンズラ盗むの本舗でここまでやってきましたが、話した方が良かったんじゃったっけこれ。最初からお前のこと気に食わなかったんだよ。ほう、それは誠に申し訳ない。なめんな。老師様が相手でも私戦います。結構、そのひたむきな眼差し、きめ実に美しい。ちなみにキーマリは話しかけれないと。アーロもダメ。マッカは？ロシ、もうやめましょう。チクショー、どうなってんだよ。you
なんかケアルの上のやつとかないの？出たオートポーション、なんかあったなこれ。ルルは喋りかけれない。この人ら魔法のあれ高いんだっけ？どうなんだ？全然食らうわ。あ、もう死んだわ一人。いいもん持ってんじゃねえか。私の闇を知る。出たこういうアニマ。アニマ。アニマ。普段なんか別にレベル上げなんかする必要ねえんだな、このゲームやっぱ。特にな。ユナ、新しい召喚獣だ。あ、そっか。これでもう。祈り子様、力を貸して。これなんでこの召喚獣出せるようになったかって当時なんかちょっと不思議思ってたけど、ここでゲットしたやつね。このエッチな召喚獣。敵一体にダメージを与えて4点止めます。ペイン。強すぎだっち。自分にブリザード速度回復するの全然知らなかった。あ、そっか、氷だからか。全然知らんかった。そんな発想全くなかった。
オーバータイムたまんね、全然。あ、やばい、倒れ、これ大丈夫な、耐えれんの。なんか俺下に殴るんじゃなかったっけ、ドコ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 って。かっこよくない、エチのお姉さん死亡。盗めんのかなこれ。お金盗めた。え？ティーナ強ない？うわ、ちょっと。あなたの婚約者殺してどうすんよ。カードなんだこれ、ダメか。青いのだ。自分攻撃性を回復するってやつか。これで守って。ドライブと、お、オーバーキル出たよ。これ倒すんじゃない？まだか。アニマを退けたその力、何としても手に入れよう。
強すぎだろ、シーマ。行動遅らしてたっけ、これ。アニマより最強だった。強すぎない？ちょっと。とりあえず一回召喚しますか。雷、氷、水、炎の順にこの箱に。あ、そうなんだ。だって氷、雷、水、炎、氷、雷、水、炎。あ、次は氷来るってこと？ちょ、早すぎ。1800だったらいけるかな。よっしゃ。なんでこんなティーダーダメージ高くなってんだよ。強すぎだろ。話しただけでこんなダメージ高くなるんだ。早く、いかよくりしよう、早く。死に方はウケるだろ。まずい展開や。一体何が？俺は。ワッカ、気にすんな。先に手を出したのはシーモアだ。なんと、あなたたちが。ユーナ、送ってやれ。おやめなさい。反逆者の手は借りません。
者。もう終わりだ。ちょっと待てよ、悪いのはシーモアだろ。それを説明すればみんな分かってくれるって。それほど甘くはないだろうが、とにかくここを出るぞ。